ただいまご紹介に預かりました井戸健一です。よろしくお願いします。今日はこんなにたくさんの方の前で、お話をさせていただく機会を与えていただき大変ありがたく思っております。今日はですね、約90分ということですが、前半はですね、私が今関与しています脱被爆裁判の関係で、福島の現状をどう見るかという話をさせていただきたいと思います。で、今日私が福島というふうに申し上げるのは、福島市という意味でもなく、福島県という意味でもなく、この原発の放射能による被害を受けた人たちという意味だというふうにお聞きください。そして後半は、福井地裁判決、それを踏まえてですね、今後の裁判、どういうふうになっていくのかという、どういうことが予想されるかという話をさせていただきたいと思います。で、女川でいよいよ、裁判が起こるということで、大変心強く思っておりますし、それに何らかの参考になればというふうに思っております。最初自己紹介をさせていただきますが、先ほどお話にもありましたように裁判官をやっておりました。1979年から2011年の3月まで、関西を中心にいろんなところで裁判をしたんですが、そのうち、平成14年から18年の4年間ですね、金沢地裁で裁判長を務めまして、その時に鹿2号機の差し止め訴訟を担当いたしました。裁判官を辞めるのは別に 3.11 があったから辞めたわけではなくて、滋賀県の彦根市というところで普通の市民弁護士として生活していこうと思っていたんですが、いろんな経緯から原発関係の訴訟ばっかりやってるというか、今こういう主にこういうような事件をやっておりますが、もう自分 の、 弁護士活動の3分の2ぐらいは原発関係をやっていると、そういうような状況です。で、どうしてそういうことになったのかということについては、実はですね、この 3.11 の後の福島第一原発事故の後の、政府行政の在り方というのが私には大変ショックでした。私も長年32年間裁判官として国家権力の一員であったわけですし、行政官庁の方にも友達とかですね、いろんな人がいます。で、考え方はいろいろですけれども、みんなそれなりに真面目に仕事をしているというふうに私は、それはそれ個人レベルとしてはそう思っています。で、政治の世界ではですね、いろんな考え方がある、保守から革新からいろいろあります。で、どちらかというと革新系の政党を支持はしてきましたが、保守も革新も、考え方は違うけれども、しかし、最終的な目的は国民を守る、国民が大変な状況になった時にですね、国民を守らなければいけない、それは誰もがそう思うもんだというふうに思っていました。ところが福島第一原発事故の後の対応を見たときに、情報を隠す、それからもうとにかく放射能が来る前に子どもたちに、安定要素剤を飲ませるしか具体的な方法がないんですね、子どもたちを守る。しかしそれをしない、サボタージュ。そして、極めつけは20ミリシーベルトまで、子どもたちを被爆させる。小坂俊壮さんが涙の記者会見をしましたが、本当にそれを見て私も心の底から同意いたしました。で、ああいう姿勢を見たときに、あ、今の政治権力を握っている人たちは、子どもあるいは国民を守ろうという意思がないんだ、子どもや人々の生命健康よりももっと守りたいものがあるんだというふうに思いました。で、それが私にとっては、長年国家権力の中にいた一員という
意味もありますけれども、私にとって大変ショックなことで、で、まあ、それがこういう形でたくさんの原発関係訴訟に取り組むようになった一つの動機になっています。で、この福島の事故はですね、まあ、第二の敗戦というふうに名乗られた人もいます。それぐらい、大変な出来事でした。で、私は当然大きくこの国の姿は変わると思っています。原発を推進してきた人たち、政治家、官僚、あるいは御用学者の人たち、この人たちは当然、舞台から去ってもらわなければいけない。そして東電が、これだけの多くの人に莫大な損害を与えた東電が潰れないなんていうことはありえない。ところがその後の経緯を見ると、結局何も変わっていない。で、誰も責任を取らない。で、そういう中で、時間が経過し、自民党が政権に返り咲いてからは、一時期は少し、まあ、小さな顔をしていたと思いますが、その後は大きな顔をするようになってですね、今やもう元通りに、元に戻すという姿勢がもう顕著に現れるようになりました。で、まあ、原子力安全神話、原発安全神話は完全に崩壊したんですが、また原子力政策を推進していくためにはですね、結局再度の原子力安全神話を作るしかない。で、それが、新しい規制基準は世界最高水準の厳しさだという、厳しい基準だという、その言い方ですね。それから、今度の仙台原発の関係でも、火山学者がほとんどがですね、噴火の予知はできないというふうに言っているのに、いや、それはできるんだ。で、それから、使用済み核燃料を運び出しても間に合うんだと。それに何年かかるのか、1年かかるのか、2年かかるのか、5年かかるという人もいますが、それからでも間に合うんだと。いうようなことを言って、火山学者のいろんな意見にかすみ耳を持たない、まさにその再度の原子力安全神話を振りまこうとしているというふうにしか思えません。で、もう一つの神話が、放射能安全神話です。福島であれだけの4基の原発が事故を起こして、莫大な放射能が飛び散ったのに、しかし、まあ、確かに強制避難地域の人たち、30キロ圏の人たちには、まあ、迷惑をかけたけれど、それも順次戻れるし、帰還できるし、で、その周辺の人たちに対しては何の健康被害もない、まあ、その30キロ圏の人たちも含めてですね、放射能による健康被害は生じないということをもう断定して、それを刷り込もうとしています。しかし、当然それにそれを信用できない人たち、放射能に対する不安を持っている人たちはいるわけですけれども、その安全神話のルフというのが、まあ、大々的に、あるいはきめ細かくなされているものですから、心配する人たちが声を上げることができない。で、分断されて、孤立され、孤立し、でその中で、苦しんでいっています。ある福島のお母さんがツイッターで発信している文章を紹介したいと思いますが、子どもたちの命は国から捨てられ、生きるに値しないという評価が下ってしまった。命の尊厳も何もなく、死の灰を浴びて生きなさいとガラスバッジをもらいました。放射能の話を真剣にすればするほど孤独になりました。嘲笑され、阻害され、希望のない話題をいつまでも続けていることにも無力感を覚えてきました。ここでは黙ることが得策だと感じていました。今もまだすやすや寝息の聞こえるこの子らのその柔らかなまつげや頬を撫でていました。被爆をさせるために産んだのではない、
被爆するために生まれたのではない、こういう思いを周りには話せずにツイッターで発信して、まあ、このお母さんもなんとか自分の精神のバランスを保っていく、そういう状況だと思います。100ミリシーベルトまででは安全だというふうに、政府行政あるいは御用学者は言います。でそれを信じない人間はおかしいんだと、政府がそう言ってるんだから、あるいは立派な学者がそう言ってるんだから、それを信じない人間の方がおかしい。しかしそれを信じれるはずがないんですね。今でも日本の法律は一般公衆の被曝限度は年1ミリシーベルトです。原発労働者でも5年間で100ミリシーベルトですから、年20ミリシーベルトです。放射線管理区域、こういう表示が出てますが、これは年 5.2 ミリシーベルト、または1平方メートルあたり4万ベクレル、これはセシウム137の換算ですが4万ベクレルで、まあ、数は少ないとはいえ原発労働者が過去労災認定されたケースがたくさんあります。多くが70ミリシーベルト、80ミリシーベルトで、これは累積です。1年間ではないです。何年間も、原発で働いてきて、その累積線量が60ミリ、70ミリで、何人もの労働者が労災認定を受けています。で一番、その値が低い人が 5.2 ミリシーベルト、白血病にかかったんですが、この白血病が、労災であるということで認定を受けるんです。で今でも1ミリシーベルト基準というのは福島の外では生きているんですね。福島だけは無視されてますが、外では生きている。今年の5月23日、国営日立海浜公園で立ち入り禁止措置が取られたということは記憶に新しいと思いますが、あれは毎時 0.23 ミリシーベルトを超える放射能が検出されたからでした。でこの 0.23 という数値は年に直すと1ミリシーベルトに相当します。3.11 の直後ですが、5月25日当時原子力安全保安院が東電に厳重注意をした。その理由は東電の女子社員を、年1ミリシーベルトを超えて被爆させたということで厳重注意した、こういう報道もありました。今でも年1ミリシーベルトというのは生きているのです。ところが福島の子どもたち、福島の人たちは年20ミリシーベルト、まだ被爆しなさいと、年20ミリシーベルトを下回れば強制避難地域の人たちでも帰ってきなさいというのが政府の方針、政策です。航空機モニタリングというのがなされています。土壌汚染ですね。で文科省が定期的にやっているんですが、あの地図がですね、非常に見にくいのです。放射線管理区域の基準というのは1平米あたり4万、ベクレル、それから後で申し上げますが、チェルノブイリの避難基準ですね、は3万7千ベクレルという数値があります。ところが文科省のあの地図は、その区切りが違うので直接比較できないんですね。で、金沢星稜大学の沢野先生という方がその文科省のデータをもとに、放射線管理区域に相当する場所がどこかと、要するに4万ベクレルを超えるところはどこかということを、パソコンで、表示されました。それがこのベタッと塗ってる、これが4万ベクレルを超える地域ですね。だから このベタッと塗ってる地域はこれは放射線管理区域なんです。福島県でいうと、浜通り、中通りはもうほぼこう真っ黒ですね。まあ会津は大部分は大丈夫なようです。この放射線管理区域の、地帯にたくさんの人たちが今なお生活しています。で宮城県ですが、宮城県もこの南の方の丸の内町とか、福島県に近いところはやはり4万ベクレルを超えています。放射線管理区域だという
結論だけではなくて、具体的にお示しした方がいいと思って、このスライドを作りましたが、放射線同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の施行令1条1項というところで管理区域が定義付けされていまして、放射線同位元素によって汚染されるものの表面の放射線同位元素の密度が文科大臣が定める密度を超える恐れがありました。それが、この放射線を放出する同位元素の数量を定める権というところで、この文科大臣の定めがありまして、これまあちょっとややこしいですけれども、この 1平方センチメートルあたり40ベクレルの10分の1がこれに当たるというふうになっています。でこれを計算すると1平米あたり4万ベクレル、これが、放射線管理区域の基準なんです。じゃあ放射線管理区域に、はどういう規制があるのかというと、ここに立ち入る者は教育訓練を行わなければいけない。で立ち入る者健康診断はですね、初めて管理区域に立ち入る前に行うし、その後は1年を超えない期間ごとに健康診断を行わなければいけない。管理区域の境界には先その他の人が乱れに立ち入らないようにするための施設を設けなければいけない。管理区域にはそういう施設で人が立ち入らないような措置を講じ、放射線業務従事者しか原則的には入ってはいけないんです。で以外の者が立ち入るときには放射線 業務従事者の指示に従わせること、こういうことが法律あるいは、政令省令で決められていて、これは今現在生きている法律なんです。チェルノブイリの後のベラルーシ、ウクライナと日本と被爆者に対する措置がどれだけ違うかということを表で、整理しました。ベラルーシ、ウクライナはですね、年5ミリシーベルト以上は強制避難、年1ミリから5ミリは権利避難と書きましたが、まあ、住み続けてもいいけれども避難を希望する人には行政がちゃんとその新しい住居とか仕事とか、あるいは農民の場合には農地とか、そういうものを行政が提供するわけですね。でさらに 年0.5 ミリシーベルト以上追加線量ですね、環境の線量プラスにプラスされる追加線量が年 0.5 ミリシーベルト以上のところは汚染地域と定義づけられます。そして汚染地域の人たちは全員が被災者登録をされます。被災者登録がなされて、被災者というふうに呼ばれてですね、全員が健康診断、無料で健康診断を受けることができる。医療費は無料です。日本では20ミリシーベルトを超える地域は強制避難ですが、それ以下は何もありません。で健康診断は福島県の子どもの甲状腺検査、甲状腺のエコー検査のみです。で医療費については福島県の18歳以下の、子どもは無料、それ以外は何の援助措置もありません。ベラルーシ、ウクライナでは国営のサナトリウムが建設されていて、この汚染地域に住んでいる子どもたちは行政の責任で年1回約1ヶ月、保養に出してそこで健康を回復させる。我が国では行政は何もしてなくて、民間ボランティアが全国で、まあ、細々と、まあ、たくさんの方が頑張っておられますけれども、そんなにたくさんの子どもを呼ぶわけにはいかないので、まあ、何とか続けているという状況です。食材については汚染地域外から安全な食材を、これは給食についてね、安全な食材を提供しますが、福島県は あえて地産地消で、地元産のものを子どもたちに食べさせる。作業に当たった労働者、向こうではルクビダートというふうに言われますが、これは国家の英雄として表彰されて、住居、高額の年金、それから無料の医療が生涯保障されている。ただこれはソ連が崩壊しましたから、必ずしもその通りにはいかなかったようですけれども、しかしこういうふうにしようとしたわけです。しかし日本ではもう7次下請け、8次下請け、中には暴力団が入って、名前すら把握されていない、放射線の被爆管理だって、ちゃんとなされていない、こういう状況です。これを比較すると
どれだけその日本の、国の国民を守るという姿勢が乏しいか。でベラルーシ、ウクライナというのは本当に貧しい国です。経済規模は日本よりもはるかに小さい。それでもその国家予算のかなりの割合を占めて、被災者の救援に支援に当たった。しかし、日本はそれよりもはるかに経済的に、恵まれた国であるのにこの程度のことしかしない。これが民主主義国であった日本の現状であるということを認識しておく必要があると思います。で、チェルノブイリでは5年目ぐらいからこの処理甲状腺がんがずっと増えました。で、国際的には、チェルノブイリ事故による健康被害というのは小児甲状腺がんしか認められていないんですね。しかし現実には現地ではいろんな病気が多発しました。それも大体5年後ぐらいからなんですが、これは 北ウクライナの住民の疾病罹患状況、5年目ぐらいからいろんな病気の人が増えています。特に多いのは循環器系の病気ですね。筋骨格系、消化器系、いろんな病気が出ています。しかしこれは全部国際的には、放射線恐怖症のせいだと、放射能とは因果関係がないというふうに扱われています。しかし現地の医者たちはそれに納得していません。これは放射能の外原因だとしか考えられないと言っている人はたくさんいます。で、ウクライナ政府が公式報告書を出しました。チェルノブイリ事故から25年、セーフティーフォーザフューチャーという報告書ですが、これによると2001年において30キロゾーンから避難した子どもと汚染地域の子ども、汚染地域の子どもというのは先ほど申し上げたように追加線量 0.5 ミリシーベルト以上の地域ですね、に住んでいる子どもの健康状態で、健康であるという子どもは A グループは0、 B グループでも 6.3%、重篤な疾患があるが 12%、 10%、 慢性疾患 63%、 57%、 リスクがある 23%、 26%。大体、今ウクライナやベラルーシでは健康な子どもは2割しかいないというふうに言われています。学校では授業時間中、その授業を受けることに体が持たないので授業時間を短縮したりとか、それから体育の授業は今まで通りにできないので普通に体育の授業を受けれる子どもと軽い運動しかしない子どもを分けて、しかもその軽い運動をしない子どもの方がずっとその普通の運動をする子どもよりも多いというような状況が今でも続いています。で、じゃあ福島ではどうなのか。今健康診断、健康調査としてされているのは福島県民健康調査、小児甲状腺がんエコー検査だけなんですが、これが最新の発表内容ですね。8月24日の公表です。大体対象が35、6万人いるんですが、一次検査を受けているのが29万で、二次検査の対象が2200人で、二次検査終わったのが1900人で、悪性、疑いを含みますが、すでに100人を超えてます。で、この二次検査対象になった人たちが全員、二次検査が終了したと仮定すればですね、同じ割合で出るとすれば118人になります。これは大体2500人に1人の割合ですね。で、小児甲状腺がんというのは100万人に1人から2人というふうによく言われていると思います。で、具体的なデータを紹介すると、これは国立がん研究センターのがん統計です。1998年から2007年までの10年間の平均、100万人あたりですね、100万人あたり、0歳から4歳で 0.3 人、
だから1000万人に3人ですね。5歳から9歳で 0.2 人で、まあ、都市が大きくなってくると、まあ、だんだん増えてくるんですが、10歳から14歳で 2.2 人、15歳から19歳になると 5.8 人、これ全部平均すると 2.1 人、だからやっぱり100万人に2人なんですね。ところがすでに福島では2500人に1人の割合で甲状腺がんの子どもが出ています。でそれでも放射能とは関係がないというふうにいまだに国も県も言ってるわけですが、その理由は、眠っているがんを発見したんだと、スクリーニングの結果によってスクリーニング効果といいますが、甲状腺がんというのは、悪さをしないで、気がつかない間にがんができているということがよくある。でそういう人たちは病院に行きませんから、100万人2人の中には出てこないわけですけれども、こういう大々的な調査をすると、そういう悪さをしないがん、気がつかないがんというのが見つかるので、それがこれだけ出たと。でこんな件調査を今まで世界でしたことがないので、この数字は決して不思議な数字ではないというのが、国や県の説明です。そしてスクリーニング効果であるということの根拠として、浜通り中通り会津で線量が違うんだけども、その発生数、小児甲状腺がんの発生数に大きな違いはないというのが一つの根拠です。で本当にそうだろうかというので、これは創価大学の桐山先生が、自分で整理し直したのがこの図ですね。この赤いのが、発生率 0.05% 以上、黄色いのが 0.02 から 0.049% で、ブルーが 0.019% 以下で、白は未発生と、大体、ここは第一原発ですから、こういうあたり、それから、中通りの南の方が高いんですね。で、下が、これがセシウムの、土壌汚染ですね、土壌汚染地図ですね。でこれ上と下を見比べて、本当にその放射能の濃度との関連性がないというふうに言えるんだろうというのは大きな疑問です。そして、もうすでにたくさんの子どもが摘出手術を受けているわけですが、その結果について、中心的にこの検査に当たっている県立大学の鈴木教授が、8月28日に学会で、発表しました。その発表結果によるとですね、57人の子どもがもうすでに摘出手術を受けているわけですが、そのうち福島県立医大が手術したのは54人で、そのうち45人は腫瘍の大きさが10ミリを超えている、1センチを超えている、それからリンパ節転移がで、これは一般の診断基準で、摘出手術をするレベルだというので摘出手術をしたというふうに説明しています。でさらに肺に転移している子どもが2人、すると本来100万人に2人発症する病気がですね、30万人でもう2人が肺への転移がリンパ節転移の数についてまでは説明はされませんでしたけれども、これも相当数あるんだと思います。10ミリを超えてくれば、自分で触って分かりますから、病院に行くことが多いでしょうと、こういうこれだけのこういう状況がありながらですね、これは普通であれば気がつかれない悪さをしないがんをたまたま発見しているだけだというふうに、言えるのか。でこういう事実がありながら、いや放射能とは関係がありませんというふうに、
決めつけることが妥当なのか。でこの問題は甲状腺がんだけの問題ではないんですね。甲状腺がんにかかっているということはそれだけ被爆しているということで、それであれば甲状腺がんだけじゃなくてそれ以外のいろんな健康被害が今後も出てくるのではないか。でそれであればまたそれなりの対策を取らなければいけないという、そういう話に結びついていく問題なわけです。じゃあ甲状腺がん以外の健康被害は全くまだ生じてないのかという問題がありますが、これは、去年の5月8日ですね、衆議院の震災復興特別委員会で、南相馬市立総合病院の及川副院長が証言されたことで、我々の地域での脳卒中発症率が65歳以上で約 1.4 倍、それどころか35歳から64歳の総年層で 3.4 倍にまで上がっています。非常に恐ろしいデータが今上がってきていますというお話をされています。しかしこれも放射能と関係があるというそういう脈絡ではなくて、南相馬の方たちの精神的なストレスがそれだけ、上がってるからというような脈絡で述べられているわけですが、これに放射能の影響がないというふうに本当に言っていいのか。それから、これは2012年の11月に、これは仙台ですね、仙台の国際センターで日本心不全学会学術集会というのが行われていますが、その時のメインテーマが心不全パンデミックにいかに対処するか、パンデミックというのは大流行ですね。でこの、福島とか宮城とか、こういう地域で心不全が大流行している。でこれの対処方法というのがメインテーマでこういう学会の集会が開かれている。でミリシーベルト、先ほどちょっと話を飛ばしましたので、申し上げますが、今100ミリシーベルト以下は健康被害がないという言い方をされていますが、最近はですね年100ミリシーベルトという人が多いんですね。で、実はこの中にも御用学者とか政府が言っている健康被害がの心配がないレベルは年100ミリシーベルトだと思っている方が結構おられるんじゃないかと思いますが、これは累積の100ミリシーベルトなんですね。で、この100ミリシーベルト説の根拠は何かというと、広島長崎のデータでして、広島長崎の被爆者が、受けた線量とその病気の発生を見たとき、がんの発生を見たときに100ミリシーベルト以下では有意の差が見られないというのが根拠なんです。だからそれは年100ミリシーベルトではなくて累積100ミリシーベルトなんです。ということは、20ミリシーベルトのところで生活すればですね、5年間でも累積100ミリシーベルトになるんですよ。だからその累積100ミリシーベルトでは健康被害が生じないという説明だと、20ミリシーベルトのところで生活していいということにならないんですね。5年で100ミリシーベルトですから。でいつの間にか年100ミリシーベルト以下は健康被害がないという言い方を御用学者がするようになりました。で実は新聞なんかでもそういう記述があるし、東京地裁の判決の中でもそういうふうに書かれているのがあります。私は今東電との間で、損害賠償請求訴訟の代理人をしてますが、東電の代理人もそういうふうに書いてきたので、これは間違いだと、そちら側の見解に立っても間違いだと、これは累積100ミリシーベルトだというふうに、主張したら、その点は東電の代理人を訂正してきました。年100ミリシーベルトを受けたらですね、もう10年で1シーベルト、1000ミリシーベルトを受けるわけで、それで健康被害が生じないなんてのことは全くその
御用学者の立場に立ってもありえないことなんですが、なんとなくそういうふうな言われ方をしていて、そういうふうに思い込んでいる人が多いです。でこの点は私は有意識問題だと思って、知り合いの朝日新聞とか毎日新聞の記者にこれ論壇みたいなところで載せてくれと言って文章を書いて渡したことがあるんですが、分かりましたということで上と掛け合いますとか言って言われましたが、結局両方とも載せてもらえませんでした。でそこまでしてですね、そこまでしてどうしてその、人々は放置されるのかということを少し考えてみたいと思います。チェルノブイリの事故がありました。で1989年に国際チェルノブイリプロジェクトという調査団が現地に入るんですね。 IAEA などが中心になって、作った調査団ですが、で団長は日本人の重松逸三さんで、調査した結果住民に健康被害は一切ないというそういう結果を公表しました。ところがその頃からちょうどその5年後ぐらいなので、その頃からチェルノ、小児甲状腺がんが激増して、1995年にはその因果関係を認めることになるんですが、この報告にですね、住民たちは非常に、怒るわけです。現実に自分たちの周りで、病気の人がどんどん発生してきてるわけで、そんなことは信じられないと。で現地の医者たちも怒ってですね、で当時のこの時はまだソ連が崩壊する直前ですが、当時のソ連政府はこの国際チェルノブイリプロジェクトの報告をてこにして住民を抑えつけようとしたんですが、結局抑えきれなくて、で1991年にチェルノブイリ法というのが制定されます。これは先ほどのベラルーシ、ウクライナでご説明したのと同じ内容、崩壊の直前にソ連でこの法律が成立するんですね。でその後崩壊しましたが、各国が同じ内容のチェルノブイリ法というのを作って、1ミリシーベルト、5ミリシーベルト、そういう基準で住民を避難させるということを、実行していくわけです。でだから結果的にこの国際チェルノブイリプロジェクトの報告っていうのは全くソ連では無視された。でこれをですね、国際原子力ロビーという言い方しましたが、IAEA とか ICRP だとか、そういうところに集まっている、学者たちは失敗だというふうに総括しているんですね。でこれは国際チェルノブイリプロジェクトテクニカルレポートという、報告ですけれども、一国が設定したレベルは周辺諸国にも影響を与えるんだと。だからその国民の避難基準というのを一国だけで決めるべきではない。社会的政治的プレッシャーによって他国よりも低い占領レベルを導入して自国の世論の信頼を増そうとする場合、それは止めどもない影響を及ぼして究極は世論の信頼を失うだけだと。こういうその、一国だけ、避難基準を住民に厳しくですね、厳しくするというのは、これは断固として阻止すべきであるというこういう文章が書かれています。押尾真子さんという方ご存知の方多いと思いますが、原発問題について非常に熱心に取り組んでおられますが、あの方はすぐ人の懐に取り込んでいてですね、人の本音を引き出すのがうまいですね。でこれは、2011年の11月ですけども、OECDNEA 世界経済協力機構原子力機関の会合に彼女が取材に行ってですね、でそこに参加していた人から人の発言内容です。世界は原発事故があってもまだまだ原子力、嘘は発電所だと思います、原子力は作る、これからアフリカにも原子力を作っていった。アフリカにも中国にも韓国にももう50以上原子力を作る前提があるので、福島の原発事故を早く抑え込んでしまって除染をして住民が汚染を受け入れるということを発信しないと、世界に発信しないといけない、住民に汚染を受け入れさせなければいけない、でないと原発を輸出して世界に
で原発を建てていくということはできない。そういう戦略のもとに住民の被爆対策というのが作られていてということだと。でそのためには、チェルノブイリでは失敗したわけで、福島では失敗を繰り返さないと彼らは思っています。でその方法がおそらくこういうことなんですね。データを取らない、情報を与えない、安全であることを何度も刷り込む、健康被害はデマだという、デマでないなら気のせいだと決めつける、議論をしない、で住民を分断する。データを取らないというのは、まず初期被爆について、ほとんどデータがありません。ないんだけれども、わずかこの1080人のデータで、結局大したことはなかったというふうにも決めつけています。で小児甲状腺がんが出ないと言ってるのも、初期被爆が大したことないからだから出ないという、それだけのことなんですね。でこれ、3月26日から30日まで、甲状腺のサーベイ、甲状腺の検査、子ども1080人でやって、それで打ち切っちゃった。この3月26日自体は遅いですよね。要素131というのは半減期が8日ですから、もっと早い時期にしないと正確には分からない。この時期に、わずか1080人で、打ち切ってしまった。でその頃広崎大学の教授が独自にこの甲状腺の検査をしてたんですが、これをわざわざやめさせてですね、県民に不安を与えるからやめろということでやめさせて、で、今現在の健康検査も小児甲状腺がんの健康検査だけで、例えば内部被曝の検査であれば尿検査だとか血液検査だなどの方がずっとその正確に分かるし、いろんなデータが取れるんですが、これは一切しない。それから周辺の北関東だとか、あるいは宮城だとか、そういう周辺の都府県の、子どもも検査すべきだという、そういう住民からの要望も非常に強くありますが、こういうのも一切応じない。でしかもこの唯一のですね、この小児甲状腺がんの経口検査、これ自体をもう縮小していこうという意見が非常に強くなっています。なぜ縮小するのかというと、こういう精密な検査をしていると、眠っているがんを発見してしまう。でがんがあることが分かると、親はやっぱり心配だから、まあ、切ろうと、切ってくださいというふうに、で医者も切ることになる。こういう検査をしなければ、そもそも存在自体気づかれないで、特に悪さを受けることもなく警戒していたのに、検査をすることによって切ってしまうこと、それはその人にとって不幸なことだから、こんな詳細な検査もやめるべきだ、もっと縮小すべきだという、そういう議論が今非常に強くなっています。でこれも住民の方がもっと声を上げないと本当に縮小されていってしまいかねないです。情報を与えないというのは、これも皆さんもよくご存じだと思いますが、スピーディーの情報は隠された、メルトダウンも2ヶ月間も隠された、モニタリングポストの数値も、まあ、ごまかしたと、ポストの周辺だけが徹底的に除染されている。まあ、飯舘だとか、それから浪江の阿保木地区だとか、非常に高いところを後から分かった。しかし実は当時もう分かってたんですね。環境省の職員なども、測定に回ってですね、大変な戦場だということは分かっていた。だけどそれを隠せる限りは隠す。飯舘でも結局今中教授などが行って、これは大変だということを公表して、ようやく、まあ、それを行政が追認するような形になってますが、実はその前に分かっていない。330マイクロシーベルトかな、かなんかが測定されていて、当時飯舘の住民だった人が、その環境省の職員から頼むから逃げてくださいと言われて、その人は自分がそんな危ないところにいるなんて全く思ってなかったから、
何のことか分からなかったという話がありますが、分かっていてもその情報を伝えない、そして、安全であることを何とかすること、これ山下俊一がまあ代表ですけれども、で彼は、いろんなところで毎日100マイクロシーベルト以下なら健康に良いとあります、マスクをやめましょうまで、でこの毎日100マイクロシーベルトというのはさすがに福島県もまずいと思って、福島県のホームページの山下俊一氏の、講演が、まあ、見れるんですが、その画面に今そのここでは100マイクロシーベルトと言ってますが、これは10マイクロシーベルトの間違いですというふうに、わざわざ注意書きをしてますが、こんなその専門家が間違えるはずがないので、しかも1回だけではなくていろんな会場で言ってます。毎日100ミリマイクロシーベルトは大変な数字ですけれども、それでも心配がない、でマスクをするなと、あえて被爆をさせようとしているのではないかというしか思えないような、そういう発言をしてます。そして、当時山下氏は長崎から来た被爆2世の専門家だということで、非常に、まあ、喜ばれていたというか、まあ、信頼できる人だというふうに福島の人たちから思われていましたから、ああそういう専門家が言うなら安心だということで、せっかくその持ち出した警戒心を解いてしまった人がたくさんいるんですね。そして健康被害はデマだと言い、デマでないなら気のせいだと決めつける、これがその大石坊問題で典型的に出てきました。まあ、当時、まあ、今でもそうですけれども、放射能に対して対する心配とか不安とかいうことを口にできなくなっているという話は あったわけですけれども、子供が鼻血を出したというのは客観的な事実ですからね。だからそれぐらいは、その原因が何かわからないけど、子供が鼻血を出したぐらいの話はそれできなきゃおかしいんだけども、あの漫画であの鼻血を出したというその部分がですね、これはデマだということで、あれだけ激しく叩かれると、今度は福島のお母さんたちは自分の子供が当時鼻血を出したとか、今でも鼻血を出してるとかいうような話を本当にできなくなってしまう。私は、2011年の7月ぐらいから郡山に、何回か行くようになりましたけれども、その頃からも鼻血の話ってのはもう続くんでてました。まあ、クラスでたくさん出したとか、クラブで何人もの子供が出したとか、で、その今までと違うということは母親だから分かるんですよね。今までの話とは違ってそのどす黒い話だったとか、あの量が大量だとか、一旦出だしたらもう全然止まらないとかですね、そういうことで非常に不安だというような話はいくらでも聞いていたので、これがデマだということで押さえつけられるということはとても許せないというふうに思って、福島集団疎開裁判の会で、これの抗議の記者会見などをしましたが、こういうのも典型的だと思います。で、議論をしない、放射能が原因で、福島の放射能が原因で鼻血が出ることはないというふうに断定している専門家がいます。彼らが言っているのは、放射能のせいで血小板が減少してそれで鼻血が出るというのは1シーベルトぐらいの被曝を受けないとないと言ってるんですね。でそれはそうなのかもしれません。だけど、放射能が原因で鼻血が出るというのはそれだけが原因なんだろうか。で、北海道の西尾先生がですね、言っておられるのは、セシウムがいろんなその放射性物質と結合してですね、ホットパーティクルとかセシウムボールとかいう言い方しますが、こう粒子状になって空中を浮遊している、それを吸い込んでそれが鼻血の粘膜に付着すると、ベータ線が出ますので、外部被曝のガンマ線ではなくてベータ線が出て、それがその付着した周囲のごくごく数ミリの、周囲の組織に集中的にベータ線を浴びる。
と、それによって鼻血が出るということは十分あり得るというふうに臨床先生はおっしゃっていますが、鼻血が出ない、出るはずがないというふうに、言っている人たちは、じゃあこの考え方についてどう反論するのかについては、まあ、私の知る限り聞いたことがあります。無視ですね。それから、100ミリシーベルト以下で健康被害がないというふうに言っている人は多いんですが、実は10ミリシーベルトの被曝でがんのリスクがもう顕著に上がるという多数の研究結果があります。でこれをどう考えるのかということについては一切口をつぐんでいる。で先日7月16日に、この住民の健康管理のやり方に関する専門家会議というところで、岡山大学の津田先生がまあ、この先生は、初期甲状腺がんの問題を非常に深刻に捉えておられる先生ですが、この先生が、まあ、意見を述べられたときに、まあ、御用学者の中心である永竹重信座長、津田教授はユニークな人だと、先生と議論するつもりはありませんというような一応意見は言わせるんですが、正面立ってそのまとめには議論しようとしない。これは松崎先生が、整理されているんですけれども、最近になってですね、これ大体2011年、2012年の研究結果が多いですが、いろんなそのがんの発症についての研究によると、大体10ミリシーベルトの被曝で、がんにかかるリスクが 3% ぐらい上昇するという結果が多いですね。でこういう研究結果というのは世界的に見たら本当にマイクにいとまがないくらいあるようです。一方で100ミリシーベルト以下で、がんのリスクはないというふうに言っておられる方々の根拠は全て広島長崎の、データです。で全然その議論が噛み合わない、噛み合った議論にならない。結局こういう被曝の危険性、低線量被曝あるいは内部被曝の危険性を指摘する学者、医者の議論というのは全て無視される、議論の対象にならない。そして、住民が分断されて、結びついていくことができない。慰謝料をもらう人、もらわない人、安全宣伝を信じる人、信じられない人、諦める人、いろんな人がいますが、結局お互いの間でも表面的な付き合いができても、この問題について協議を開いて話をすることができなくなってしまいます。で、どうするんだと、この状況をどうするのかと、いくらその行政が、心配がない、健康被害がないと言っても、親として、子供の健康を心配し不安に思うのは当たり前ではないか。また少しでも、子供の被曝を減らしたいと思うのは親として当たり前じゃないか。子供を守ってくれなかった行政に腹が立つのは当たり前じゃないか。でそういう同じ思いの親たちがつながって、少しずつでも声を出していこう。でそのための一つの方法として裁判を起こそうということが福島集団疎開裁判の大きなコンセプトです。で、これは内部被曝の問題ですけれども、これは ICRP の資料ですが、1日 10ベクレル、今食品の安全基準は、1キロ100ベクレルですけれども、1日10ベクレルを摂取ですね、摂取137を1日10ベクレルを摂取してるんですね。体内のセシウム濃度は、濃度ではごめんなさい、体内のセシウムはですね、ずっと増えていって、平行状態になる、要するに出ていくセシウムと入ってくるセシウムがほぼ同じだって平行状態になるのは、大体もう1400ベクレルぐらいなんですね。これは ICRP。だからその、やっぱり非常に気をつけないと、内部被曝というのは危険だということ。でもう一つは、これは琉球大学 の大滝先生が、ヤマトシジミの研究をされています。ヤマトシジミって普通にある蝶々ですけれども、福島のヤマトシジミと、それから
占されてない沖縄とか他の地域の山としてどれだけその、異常があるかとか、それから早く死ぬかとか、そういうことの研究をされてるんですが、これはですね、ちょっとローマ字ですけれども、ここ郡山沖縄って書いてますけれども、これは郡山の、で採取した大和シジミに沖縄の塊ですね、大和シジミは塊の葉っぱが大好きなので沖縄の塊を食べさせたケース、沖縄の大和シジミに沖縄の塊を食べさせた、これは本宮町です、福島県の本宮町の塊に沖縄の、ごめんなさい、本宮町の大和シジミに沖縄の塊を食べさせた。で下の方は沖縄の大和シジミに郡山の塊を食べさせた。それから、これは要するに右側ですね、どこの塊を食べさせたか書いてある、左側はどこで採取した大和シジミかを書いてある。でこれは生存率です。するとですね、郡山や本宮、福島県で採取した大和シジミでもですね、汚染されてない、餌を食べさせると、そんなに、健康被害が生じないんですね。ところが沖縄で採取した大和シジミであっても郡山の型紙を食べさせる、汚染された、食物を与えるともう顕著に生存率が違ってくるという研究は結果が、これは今年の8月だったかな、公表されています。そういう意味でライフビバークというのは非常に大事だし、これからその福島の子どもたちの健康がどうなるか分かりませんけれども、安全なところで安全な食べ物飲み物を摂取させることによって、健康被害を防ぐことはできる、決して今からでも遅くはないというふうに私ども考えています。そして、集団疎開裁判ですが、第一次の集団疎開裁判は23年6月24日に、郡山の子どもたちが起こしました。年1ミリシーベルト以下の環境の学校施設で教育活動してくれという、そういう内容です。で却下されまして仙台高裁に復申し立てをしましたが、最終的には去年の4月24日却下決定です。ただこの却下決定の中には非常に重要なことが書かれていて、広告認定の子どもたちのことですが、子どもたちは低線量の被爆に間断なくさらされていると、で、それによってその生命身体健康に対する被害の発生が危惧される。チェルノブイリの例なんかを見ると、とりわけ児童生徒の生命身体健康については有志事態の進行が懸念される、ここまで裁判所は言ったんですね。で集団疎開というのは広告人が主張するような被爆被害を回避する一つの抜本的方策として教育要請上考慮すべき選択肢である。ただ結論としてはだから自分で逃げろということで、行政にはその逃がす責任はないという結論だったんですが、低線量被爆の危険性については正当に認定しました。で、この問題についてはどういうわけか大手マスコミがほとんど無視をしますので、結構外国メディアは注目してくれたんですが、ほとんど知られませんでした。これは唯一、報道した東京新聞の記事です。で第二次疎開裁判、子ども脱被爆裁判というのを8月29日に提訴しました。今回は2つの裁判を同時に提訴しているんですが、子ども人権裁判と被爆裁判、子ども人権裁判というのは24人の小中学生で、福島市、郡山市、いわき市、川内村の子どもたちです。で、安全な環境で教育を受ける権利があることの確認を地方自治体に求めています。それから親子裁判というのは行政の無意無策によって子どもが無用な被爆を強制されたと、きちんと対策を取っていればこんなにその被爆させることはなかったんだという、その、悔しさ、その精神的苦痛をについて慰謝料請求するという内容で、これは相手は国と福島県、これは起こしたばかりで、
今後どう進行するか分かりませんが、とにかく福島というのはモデルケースになります。これからも原発事故というのは世界で起こります。で、国際原子力村はチェルノブイリでは失敗したので福島をモデルケースにしようとしています。だからよほどのところは別にして、ある程度の被爆のところはですね、もうそのまま住まわせる。で、健康被害ができた、できたらそれはもう放射能恐怖症だと気のせいだということで、丸め込んでしまう。で、できるだけその影響を少なくする。そういうモデルケースを作ろうとしています。で、それがこれからどうなるのか。だからその福島の問題っていうのは、福島だけの問題ではなくて、日本中、世界中の人たちの問題であるということを指摘しておきたいと思います。ちょっと時間が押してきているので、この後、ちょっと急いでお話したいと思いますが、ちょっとお話はガラッと変わります。5月21日の福井地裁判決ですね、司法は生きていた。生きていたということは今まで死んでいると思われていたということですが、どうしてかというと、これが、福島原発事故前の主な原発訴訟で、こちらが提訴年ですね、1973年の伊方原発事故技術訴訟から始まりました。で、この罰が住民が敗訴で、この赤丸が住民が勝訴です。結構この2つしか勝訴判決がなくて、それもいずれも上級審で取り消されて、最終的には全て、住民側が負けている。で、単にその原告側の立証が足りないとか主張が不十分だから負けたというんではないんですね。判決の文明を見ると、もう最初から結論を決めてて強引にそこに結論を持っていってるんじゃないかというふうにこう思わざるを得ないような、そういう判決がいくつもあるので、結局その司法は死んでいる。司法に絶望して、もう絶対その司法には関わらないというふうに、いう小出弘明さんのような方もそういう中から出てきているわけで、福島の事故の後は、裁判官が原発事故を招いた、こういう言われ方までするようになりました。で、現在どれだけ訴訟を取っているかというと、主な訴訟ですが、こちらに原発の名前ですね。で、これは裁判所、どういう内容か、すでに決着がついているのもあります。この黒は 3.11 前から継続している裁判です。この赤で書いているのが 3.11 の後、福島の事故の後、新たに起こった裁判です。だからその死んでると思われた司法だけれども、しかし、行政や政府の姿勢を見ていると、やはりもう最後、司法にしか、司法に期待するしかないということでですね、全国で、新たな裁判が起こりました。特徴的なことは、一つの原発に複数の裁判が起こっているということですね。浜岡原発については、すでに東京高裁の事件がありましたが、新たに静岡地裁と静岡地裁浜松支部が起こりました。大井原発などについてはですね、福井、京都、大津、大阪、今4カ所で裁判が行われています。で、司法が変わるのか変わらないのかということが、ある意味その多くの人たちの大きな関心というか注視されているわけですが、原発の安全性について判断した決定判決がこれだけあります。で、この大阪地裁の決定、これは従来通りの枠組みの判決でした。それに対してこの前の福井地裁はもう従来の枠組みとは全く違う枠組みでですね、新たな判断内容を示した画期的な判決でした。従来の枠組みというのは、こういう枠組みです。安全基準があるわけですね。以前は安全設計審査指針と言いましたし、今は規制基準と言いますが、その安全基準の合理性と安全基準にその原発が適合しているということを立証すれば、それで被告側の立証は終わった、それでも安全だというふうに原則として認める。で、原告がそれでも危険だというなら危険性を立証しなさいというのが従来の裁判所が取ってきた判断枠組みです。
で、安全基準の合理性というのはそんなに突っ込んで審理しませんので、基本的にはその原発が安全基準に適合しているかどうかですが、適合していると行政が判断したら設置許可処分を受けているわけです。設置許可を受けているわけですから、このことを被告電力側が立証するのは簡単です。それに対して原告がそれでも危険だということを立証するというのは非常に難しい。立証するというのはどういうことかというとですね、危険だというふうに裁判所に思わせなければいけないんですね。どっちかよくわからんなだったらそれは立証できてない。だから原告側が専門家に証言してもらって危険だということを証言してもらってもですね、被告側の電力会社側の専門家が出てきていやいや大丈夫ですよと言ったときに、裁判所が原告側の証人が信用できると思えば立証できたということになるんですが、まあ、どっちの言うてることはよくわからんなと、こっちもあっちもどうもその素人の裁判官判断できないなということになると、結局立証できてないから原告は負けるという結論なんですね。で、専門家の判断を尊重して裁判所は腰が引けて判断の実質的な安全性の実質的な中に入っていかない。で、これに異を唱えたのが滋賀2号機一審判決ということで、がで NC になりますが、私たちはですね、安全審査、行政の安全審査というのは、司法が判断する上についてにとって重要な資料ではあるけれども、それは一資料に過ぎない。司法は司法として安全かどうか判断する、行政の判断内容というのは一資料に過ぎない。だからその許可がなされたからといって、安全設計の妥当性に欠ける点があると即断すべきではないという、そういうような安全審査についてそういう位置づけをしたんですが、先ほどの大阪地裁決定は、従前の裁判例の体制と全く一緒です。でそれに対して、この福井の判決は、この具体的な危険性の損拠を直接審理の対象とするんだと、裁判所が判断するんだと、行政補給のあり方や内容によっては左右されない、ということをはっきりと打ち出しました。で、どういう理由で、差し止めたかということについては、大きく4つあるんですが、ちょっと一つ一つご説明している時間はありませんが、一番大きな問題はこれだと思います。大井原発を1260ガル以上の地震動が襲う可能性があるか。大井原発では基準地震動が700ガル、浮力域が1260ガルとされています。これはちょっと今規制委員会との協議で、今度856に上げるということでどうも決まったようですけど、今までは700ガルでした。基準地震動というのはその原発にが襲われるという可能性のある最大の地震動ですね。これ以上の地震動は来ませんと電力会社が断言する地震動です。で、それが来ても大井の場合であれば700ガルの揺れが来ても、原子炉とか格納容器だとか、それから制御棒の挿入機構だとか、安全上極めて大事なものはそれが来ても大丈夫ですと。それ以外のものは少々は損傷するわけですけれども、一番大事な設備については700ガルが来ても大丈夫です。それは基準地震動です。でこれ以上の地震動がこの原発を襲うことはありませんと、電力会社が断定する地震動です。だけどじゃあその700ガルを超えて701ガルが来たらすぐ壊れるのか、すぐ事故になるのかって言ったら決してそうじゃない。ある程度の安全要因というのがありますからね。でストレステストの時にじゃあどこまでその事故にならないで済ませれるかということをコンピューターシミュレーションしたら1260ガルまでは大丈夫です、それが分かりましたと関電は報告したわけです。逆に言うと1260ガルを超える揺れが来たらですね、もう関電もお手上げで、もう過酷事故になりますという数字です。で、福井地裁判決は1260ガルすらこれを超えるような地震動が来ないとは言えないだろうと。そしたらそんな地震動が来たらもう関電するすらお手上げなんだから、これはもう過酷事故に直結する。その根拠として、言ってるのは、実はもうすでに中越沖地震で柏崎刈羽は1699ガル出ました。
それから日本で計測された最大の地震度というのは4022回で、過去のデータは極めて限られている。日本の地震観測というのは実は阪神大震災の後からなんですね。急速に進歩した。それまでは全国で、その地震計、強震、そういう強い地震が来た時の地震計というのは、60とか80とかそれぐらいしかなかった。でその後はもういっぱいつけられてますから、その後は一つの地震が起こった時にいろんなところの地震度が計測されて初めてその、地震の詳しい中身が分かるんですね。だからそういう詳しい中身が分かるようになったのはほんのここ20年ぐらいのデータしかないんです。しかし、考慮すべき地震は過去少なくとも過去12、3万年に起こった地震は考慮すべきなわけですから、それをその過去20年間ぐらいの地震を考慮 してもですね、そもそも限界がある。ところがその、電力会社が絶対超えないと言ってた基準地震度を超えた例がもう2005年から5回も起こっているということは、基準地震度の策定作業というのはいかにいい加減かということを、まあ、表しているということになります。これは若狭湾の原発の話で、この赤いのが原発の所在地ですが、この紫色の線が活断層、若狭湾は活断層の巣と言われるようなところにあります。で、大井原発でいうと一番影響を与えるのがこの FOA、FOB、 それから球磨川断層、この三連動を関電は固くなに拒否してたんですけども、最近ようやく認めるようになりました。でこの3つのが三連動する可能性があると、これがですね、活断層の長さが60キロ、マグニチュードというのは活断層の長さで基本的に決まりますので、この三連動すると60キロですね、すると想定マグニチュードがですね 7.8、 この地震が来たら 7.8で、これは、CCC による耐震性引き上げ状況とかありますが、2004年の、2006年か、平成18年、2006年ですね、2006年の9月に、耐震設計審査指針が新しくなりました。今までより厳しくなったんですね。で厳しくなった時に、その厳しい基準に全部合うように補強工事をさせなければいけないはずなんですけれども、当時の原子力安全保安院はですね、それはさせないで、ただ新基準に照らしてもっぺんバックチェックしなさいということで各電力会社にバックチェックをさせました。その結果各電力会社が自主的に基準地震度を上げたんですね。この左側の薄い方は旧指針時代の基準地震度、濃いのは上げた基準地震度です。でこれが500ガル、1000ガル、1500ガル、ガルっていうのは加速度のためですが、旧指針時代はだいたい400ガルぐらいだったね。一番高いのが浜岡の600です。で新指針になって各電力会社軒並み上げてですね、まあ、700とか800ぐらいが普通になったんですが、柏崎刈羽岳が2300です。でなんで柏崎刈羽岳がこんなに高いのかというと、現実に柏崎刈羽は1699ガル揺れたからです。でその時揺れた地震が中越沖地震、マグニチュード 6.8 の地震です。 6.8 の地震と大井で予想される 7.8 の地震、規模はどれだけ違うかというと32倍違うんですね。マグニチュード1違うと32倍違います。あの3連動の地震の32分の1の地震でですね、1699ガル揺れたんです。大井はその32倍の地震が来る可能性があるのにですね、未だに856ガルです。でどうしてかというと、柏崎刈羽は地震度を増幅させるような地盤構造があったから、だから、こんなに揺れたけれども、大井にはそういう地盤構造がないから856でいいんだというのが関西電力の言い分だし、規制委員会もそれを認めているわけですけれども、実はそんなことは事前に分かってなかったんですね。柏崎刈羽実際に起こってみてびっくりしてですね、一体なんだこれはということで調べてみたら、そういう地盤構造があった。しかしその、地震の揺れを増幅させるのはその地盤構造だけではない、いろんな要素があるわけです。じゃあどういう要素が
増幅させるのかというのはまだちゃんとよく分かっていない。なのにこんな700や800でいいと言ってていいのかと、実は今九月沖地震のこと言いましたね。岩手内陸沖地震が4000人になる。ただこれはまあ軟弱地盤だから直接比較の対象にはできないというふうに言われていますが、長野県西部地震、これ1984年で、これは6に地震計がなかった時代の地震ですけれども、これマグニチュード 6.8 の地震ですが、現地で京大の先生方が現地に入ったらですね、地面の中の石がボンボンこう飛んでたんですね。で、一体それだけの現象が生じる揺れはどれだけかというと計算したらですね、結論3万4000が。で、これはさすがに先生方もびっくりしたんですけれども、計算するとどうしてもそうなんです。全く桁が違うんです。だからその地震というのがどういう現象であって、どういう揺れが来るのか、どういう要素でどういう揺れが来るのかとか、まだよく分かっていない。ただまあこれは軟弱地盤だったので、じゃあ岩盤だったらどうかということを計算し直してますが、それでも2300ガルです。マグニチュード 6.8 で2300ガルです。それから留萌市南部地震という2004年の地震があって、これが1000ガル揺れたんですが、これはですね、たかだかマグニチュード 6.1 の地震なんですね。 6.1 の地震と 7.8 の地震、どれだけ違うかというと350倍違うんです。350分の1の地震で1000ガル揺れてるんですね。こういうことを考えると、いかにその856でいいというのが甘い想定のもとになされているかということが分かると思います。あとまあちょっといろいろあるんですが、この辺はまた詳しく。一つ指摘しておくと、福井の原発に対していろいろ批判する論調が出ました。でこの湯倉浩二郎兄弟名誉教授、この方は、地震学者の中で非常に著名な方で、尊敬されている方です。で今まで原発の耐震審査の中心人物だった方です。でこの方がですね、翌朝の朝刊、毎日新聞の朝刊でコメントを出しているんですが、揺れの強さが1260ガルを超える地震が絶対に来ないとは言い切れず、警告を発する意味では重要な判決だと、そういうふうに言われたんですね。しかし、科学的に十分精査しているとは言えないとも付け加えてはいるんですが、でこの方はその後、いろんなところにこの、福井地裁判決のコメントを発表しております。しかし、これは二度と言わなくなったね。二度と言わなくなったですけども、しかし、毎日新聞の記事はちゃんと私、切り抜いてますので、ちゃんと裁判所に証拠として出しております。でこれから裁判所が変わるのかということなんですが、決して甘い見通しは持てません。25年2月12日裁判官特別研究会の結果概要、これが情報公開請求で出てきました。でこの時に、先ほど申し上げた判断枠組みをどうするのかという議論がなされています。で、伊方最高裁判決の枠組み、これが従来の枠組みなんですが、それに従って今後も判断していくことになるだろうという意見が強いです。で最悪の意見はですね、事故のリスクをどこまで許容するかは専門技術的に裁量問題ではなく政策的決断であって、裁判所の判断になじまないのではないかという、こういう無責任な意見を言う裁判官まで言います。これは私の考えですが、今まで、日本の原発は事故、核不時を起こさないというふうに言われていました。しかし今では推進する人たちの核不時が起こるということはもう認めざるを得ないんですね。すると問題はですね、どれぐらいの確率で起こるのかというのが問題なんです。で、今までの裁判は、専門技術的内容だから、裁判官は素人だから、結局一歩引いて判断しろと、専門家の考えを尊重しろというふうに言われていました。しかし必ずあるリスク、それを止めるのか止めないのかというのは、そのリスクを社会が受け入れるかどうかですね。で社会が受け入れるかどうかを決めるのは、それは市民が決める、社会通念によって市民が決める。
科学者には決められない。科学者は例えばその危険が 0.1% だとか 0.1% だとかいう数値は出せるかもしれない。だけどじゃあその 0.1% だったら社会が受け入れるのかどうかということはこれは科学者に決められない。それは社会常で決めるしかないわけ で、それを判断するのが裁判官の役割のはずなんですね。で今の政治がそれを社会常を反映するような政策を取ればいいですけれども、そういうシステムにはなってない。となるとも答えを出すのは司法しかない。だからその問題に逃げないで正面から取り組むのが司法のこれからの責任役割だというふうに思います。で、実はこの協議会の時にですね、従来型の枠組みで判断しようというのが体制でした。それからもう一つは規制委員会の結論が出てない段階で司法が、要するに行政の判断に先走って司法が判断していいのかということが議論になっています。で、体制は急いで、司法が急いで判断することはない。規制委員会の判断が出るまで待って、その後司法がその判断が、また後かどうかチェックするという意見が体制です。で、これには実は福井地裁の樋口裁判官も出席しています。だからそういう議論は樋口裁判官に自分が直接聞いてるわけですね。だけど彼は大井原発でのその大井原発に関するその規制委員会の判断が出る前に司法の判断を示しました。だからそれはもちろん内容も立派ですけれども、そういう裁判官の意見の体制に従わず自分の判断で、あの時期に判断を示したというのは立派だったんです。で、実は大津地裁で今、私どもが、本訴と仮処分と両方しています。で、本訴の方は、まだ始まったばっかりで、弁論が2回行われたかな、まだ判決の時期の見通しはつきませんが、仮処分事件がもう審理を終結しました。対象は大井34号と高浜34号です。で、この地震の問題を中心論点に据えていますが、関西電力はほとんどまともな反論をしていません。普通考えれば原告の申し立てを任用する以外に決定の書きようがないのではないかと原告代理人としては思うのですが、まあ、しかし、どこで足をすくわれるかわからないので、そこは慎重にしなければなりませんが、その大津地裁の山本裁判長もこういう議論がなされていることは知ってるんです。だけど大井高浜について、高浜についてはひょっとしたらどっちが先なのか分かりませんけどね、大井高浜について規制委員会の判断が出る前、あるいはそれと独自に司法の判断を出そうとしています。こういう裁判官の協議会で、大きな声で発言する裁判官というのは私も何度も出席していますが、俗な言い方をすると出世している裁判官、当局の評価の高い裁判官、あるいはその東京地裁とか大阪地裁、大きな裁判所の裁判官は積極的に発言します。で、そうではない地方の一般の裁判官はもう発言はしますけど声は小さくなります。で、それともう一つはこれ結果概要なので、これは司法研究所がまとめてるんですが、裁判官の全ての、意見を出してるわけじゃないですね。その中で司法研究所が役に立つと大事だと思う意見をピックアップして出してるので、結局中身的にはですね消極的な意見ばかりが出てるんですけれども、おそらく現場ではもっと積極的に裁判官が関わるべきだという議論も意見もあったんだろうと思います。それからそういう発言はしなくても今まで通りでいいじゃないかというその意見の体制に対してですね、反対の発言はしなくてもそれを苦々しく思っている裁判官もおそらくいると思います。
まあ、おそらく近いうちに大津地裁の決定が出ます。年内、早ければ年内に出ると思いますが、かなり内容的には期待できると思いますけれども、決して楽観はできないけれども、これから裁判所の判断が変わっていく可能性は十分あると思います。その理由は、一つは今まで裁判所がずっと退けてきたのは、過酷事故が起こるなんて本当に思ってなかったんですね。まあ、国民も思ってなかった。原告がいくら起こると言っても、まあ、まさかそんなことはないだろうというふうに思っていた。それが一つです。もう一つは、専門家の言うことを信用していた。しかし、専門家がいかにいい加減な仕事をしていたかというのはもう明らかになりました。斑目、原子力安全委員会の委員長がですね、日本の安全規制は30年間遅れていたというふうに堂々と説明してますね。諸外国はどんどん安全基準を上げていくのに、日本は上げないで、気がついたら30年遅れている。彼はそのことを認識していたのに、法廷に立ってですね、証人として、日本の原発は安全ですと、事故を起こすことはありませんと言い続けてきた。で、それを裁判官は信用した。騙されてたんですね。で、そのことがもうはっきりしてますから、人間、一度騙されるのは仕方ないかもしれないけど、二度三度騙されたら、それは騙された方がバカですから、今までのように単純に騙されるということはないと思います。そして、三つ目、原発を差し止める、判決というのは国策を否定する判決だというふうに言われてきました。で、私もまあそう思ってました。で、私が判決したときに、とりあえず歯科2号機は止めたけれども、今、日本中の原発を止めたら、とても日本の社会、成り立っていくとは思いませんでした。あの頃3割は原発が発電していた。日本は大混乱になるだろう。とりあえず歯科2号機は止めたけれども、日本という国が原発放棄、原発による発電を放棄することはできないだろうと思ってました。しかし、現実には原発1基も発電してなくても電力供給に何の支障もない。結局電気代の問題といっても原発が決して、安くないということも明らかになってますよね。そう、あとは何なのか、当面のその、電力会社の経営の安定、それから原発を輸出して儲けたいという、大企業の思惑、それから、核兵器を持つというその能力を維持したいという政治家の思惑で、そういう利益共同体がですね、密接に結びついていて、で、まあ、原発政策を推進しようとしていってるわけですけれども、と国策といっても所詮その程度のものに過ぎないわけですね。するとそういう国策を裁判官が乗り越えるっていうのは決して難しくない。まあ今まで幽霊だと思ってたら枯れすすきだったということがはっきりしてきたということだと思います。そして、何といっても国民の大多数の支持がある、これか。もう世論は、世論調査するたびにですね、直ちにか段階的にかということの違いがありますけれども、脱原発を目指すべきだという意見はどんどん強くなっていますね。今年の5月の時事通信社の世論調査では脱原発が 84.3%、活用を続けるっていうのはその自民党の政府のベースロードレイ点検と同じ考え方ですけれども、それはわずか 12% の支持しかないと。そういうことから考えると、裁判官が今後も最初の判決を出すと、福井に続くという可能性は十分あると思います。それを支持するんだというその市民の声を今まで以上に大きくしていけば、その可能性は十分あると思います。で、今回先ほどその今現在継続している最初の首相が継続している原発の名前をずらっと並べましたけれども、あの中で女川原発はなかったんですね。今現在最初の首相が起こっていない原発は女川原発と東通原発2つだけです。で、今回いよいよその女川原発でも裁判が起こるということで、非常に心強く思いますし、全国の人に勇気を与えると思います。
ぜひこの病院の地区もですね、皆さんの頑張っていただいて、全国のその運動と連帯して、例えば日本から原発を一刻でも、早くなくすというために、力を合わせてね、これからやっていきたいと思います。最後にですけれども、まあ、最後に言いたいのは、こういう金儲けをしたいとか核兵器を持ちたいといった野望のために、私たちや私たちの子どもたちの命健康かけがえのない環境を差し出すことはできないということと、今この国を変えることができなければ本当に苦しんでいる福島の人たちに申し上げが立たない、この2つの、言葉を、まあ、自分に言い聞かせながらこれからもやっていきたいと思います。ぜひ一緒に頑張ってやっていきましょう。どうもありがとうございました。基盤の方も吹き飛んで本当に危機一髪で数千万人の避難を免れたんですけども、とにかくこの国の政策で使用済み核燃料の乾式貯蔵というものを法律で制定して、即座にその乾式貯蔵の方に移っていただきたいと思うんですけど、どうお考えでしょうか。それは法律の枠組みの中では規制基準の中でね、規制委員会がそういう基準を作って、そういうことをその電力会社に義務付けていかなければいけないんでしょうけれども、冒頭の挨拶でありましたように、規制基準自体が非常に付け焼き刃的なもので、その従来の安全基準から基本的なところは何も変わってない。船自体が危ないと言ってるのに、船自体の構造は何も変えなくて、周りに救命ボートをつけてそれでよしとしているという、そういうような基準にすぎませんので、もっと規制基準を、こんな規制基準ではダメだと、もっと厳しい規制基準を作るべきだという、そういう国民の声を大きくしていくと、で世論で動かしていくという、そういう方向が必要になっていくんじゃないかなというふうに思います。ございました、他にございますでしょうか。はい、すみません、一つ目、今日ちょっとお話しなさったんですけども、核兵器の原料作りっていうふうになさってましたけど、今から約20年ぐらい前かな、土田敦さんという方にお会いして資料もいただいたんですけども、今ほとんどこの問題落とされてないんですけども、はっきり言って電力は作るために、ね、原発をやってるんじゃなくて、それこそ核燃サイクル基地の問題もあるんですけども、もうはっきり言ってプルトニウムを作ろうとしているんじゃないかということ、もうちょっとなんかお聞きしたかったんですけど、あまり詳しくなかったんで、もうちょっとご意見をお聞きしたかったんですね。それからと申したので、もういいです。一人だけです。これだけなんていうかな、原子力の発電設備としての優位性が実はなかったんだということが、それはコストの面からもね、危険性の面からも明らかになっているのに、なるべく構わず進めようとする意図がどこにあるのかというふうに考えたときに、やはりその問題は非常に大きいと思います。で、結局その核兵器になるようなプルトニウムを取り出すためには再処理をしなければいけないし、で再処理、と高速増殖炉を軌道に乗せるためにはですね、やはりそのある程度の規模で軽水量における発電をしないと辻褄が合わないので、だから元のように、後半に、いろんなところでその原発を動かしたいということではないだろうと、まあそれは直接何か根拠があるというわけではありませんけれども、いろんなこの間のいろんな動きを見ていくと、
それが大きな動機なんではないかなというふうに私自身も感じております、はい、ありがとうございます。じゃあ次前の方お願いします。すみません、今からする質問ちょっと非常に答えにくい質問だと思うんですけれども、ちょっと答えれる範囲で結構ですけれども、やっぱり原子力村っていう言葉があるじゃないですか。その原発って、まあ、どういう仕組みかわからないですけど非常に利益を生むものであって、あの 3.11 より前の段階でそういう何て言うんですかね、裁判でそのまあ何て言うかその原告側のその勝訴をまあ判決するっていうのは相当やっぱり勇気がいることだと思いますし、もうその時代って結構そういうなんかいろんなまあちょっとあれですけど、いろんな人からちょっといろいろな圧力とかかかったんじゃないかなと俺自分はちょっと想像するんですけれども、ちょっとその辺に関してちょっとどういったやっぱりそういうなんていうんですかね、ちょっとやりづらさというかっていうことを感じたんでしょうかっていうことです。すみません、お願いします。自分が言い渡す判決が与える社会的影響ということを考えると、非常にプレッシャーを感じます、この種の訴訟は。ただ先ほど今ご質問をお聞きして言い忘れたなと思ったのは、確かに日本の司法、非常に政治や行政に対しては弱いですし、問題点はいっぱいありますが、ただ個々の事件において、裁判官個人に対して、裁判所が組織として、あるいはその、まあ、組織を使ってですね、何らかの圧力をかけるということは原則的にはないと思います。よほど政治的な事件があれば、まあ、昔ね、平賀書簡という自衛隊の事件で平賀書簡という形で当時の所長が現場の裁判官に、判決の内容を、変えさせようとしたという事件がありましたけど、そういうことが今後もないとは言えないかもしれませんが、よほどの特殊な例外ではない限りそれは今の裁判所の現状ではないと思います。で、私自身が滋賀2号機の判決をした時にはそれは全くありませんでした。でむしろ、当時私の上司は金田地裁の所長ですけれども、所長は非常に気を使ってですね、いろんな機会に話をするわけですけれども、この事件に関しては全く触れなかったですね。だからどうその弁論集結して判決順調に進んでるとかね、いつ頃この事件審理集結しそうとか、その中身に関わらないで、質問されるぐらいのことはあってもいいのかなと思いましたけど、それすらない。全くその話題に挙げなかったです、当時の社長は。それぐらいある意味気を使っている面があるので、日本の司法にいろいろ問題あると思いますけど、少なくともそのレベルの健全性はまだ保っていると思う。だから今後も、差し止め判決を出させることができる、それも一つの条件だろう。ただ将来的にですね、どんどんその差し止め判決が出てきた時に、ただ政府自民党サイドから最高裁に圧力がかかって状況が変わるということはあるかもしれません。それは分かりません。ただ今現在はそこまではないと思うので、そういう可能性、最初の判決が次々と出てくる可能性は私はとても思います。ありがとうございます。まだまだ質問あると思うんですが、いいですか、短く申し訳ございません。あとじゃあお一人でひとまず切らせていただきます。どうも、貴重な時間で申し訳ありません。法律の素人なので質問の仕方もなかなかまとまらないんですけれども、今日のいろいろ有益な話の中でですね、17ページになりますが、福井地裁の判決の特徴の三角形としてですね、人格権の問題について特徴の一つに挙げられている、そのことについてはちょっと時間がなくて、お話聞けなかったということについてのご質問なんですが、憲法なら憲法もですね、条文に書かれた文言だけが憲法でなくて、学説で通説がどうなってきているかとか、判例という、まあ、裁判の実務というんですか、世界でどういう方向になってきているかとか、世論がどう受け止めるかとか、そういう総合的になっているのが憲法だと言いますか、形式的憲法でない憲法ってそういうものだと思うんですが、そういう流れの中でですね、人格権という法律っていうんでしょうか、法概念っていうんでしょうか、確かこの判決では
格好してですね、13条と25条を挙げられてですね、この人格権はということで、22条一方の経済権ですか、よりは中核に置かれるべきだという人格権を主張されていて、私なんかは素人として感銘を持って受けたんですが、それで質問はですね、なんかそれにして外務で、例えば知る権利や表現の自由なんていうのは、最近もう否定しがたい権利というふうにな、認められるようになってきているという、発展していくんじゃないかと思う中でですね、私の思い込みですが、人格権というのが今の現状の、なんていうんですかね、法律の中での公民権の取得といいますか、概念の成熟化、成熟度、その辺についてですね、次回のいろいろ先生がされている裁判等でも、この人格権というものがどう受け止められていくのか、発展していくのかどうかみたいな、素人としてのこう目があるんですけれども、そのことについて、少しでもちょっと短い時間がないんですが、お話を聞きできればと思います。人格権という言葉自体は法律にも憲法にもありませんので、それをどう理解するかということは人によって違うかもしれませんが、ただ中核は、人が尊厳を持って生きていく権利で、その一番の中核はやはり生命、身体、健康ですね。あとはもう少し広げるとプライバシーだとか名誉だとか、そういうことも入ってきますけれども、で、これらの権利は非常に重要な権利だから法律で規定はないけれども、その侵害行為に対して差し止めを求めることができるという、そういう法理論は、以前からありました。で、その法理論に基本的に乗っかっているんですが、憲法はそれ以外にもいろんな権利を保障しています。で、問題はその権利と権利がぶつかったときにどちらが優先するかというのが問題で、この原発の問題でも電力会社の営業の自由という、それも一応憲法上の権利なんです。で、人格権というのは憲法で明文はないけれども、一応13条を解釈して、その中に人格権も含まれているというふうに呼び込むわけですけれども、その人格権という憲法上の権利と営業の自由という憲法上の権利がぶつかったときにどちらを優先するのか。で、それについて 明確にこれ人格権を優先すべきだと、営業の自由というのはあくまで列位に置かれるべきものだということを分かりやすく書きましたね。で、そういう考え方自体は特に目新しいということではなくて、大体裁判官そういう感覚で仕事はしてきたとは思うんですけれども、こういう形で非常にはその市民の皆さんに分かりやすく、しかもその断定して、表現したと書いたというところにこの判決の大きな意味があると。で、今後全国でやってる差し止め訴訟などもすべて、他にも環境権だとか他の権利を根拠にしているのもありますけど、中核はどこの弁護団でも人格権というのを中心に据えて、やってますので、あんまり馴染みのない言葉だったかもしれないけど、これからどんどん市民権を得ていくことになるのではないかなと思いますね。よろしいでしょうか。ありがとうございました。こちらのですね、原発を止めた裁判官という名前で、井戸さんの方のブックレットがございます。入り口の方で販売しておりまして、今日井戸さんサインをしていただけるということなんですが、よろしいでしょうか。はい、なのでぜひこちらの方ご覧いただきたいと思います。井戸さん、長い間ありがとうございます。先ほどご説明した子ども脱被爆裁判のですね、原告募集のチラシを確か あそこで、何十枚か持ってきましたので、自分とかあるいは知り合いの方でですね、行政の責任で自分の子どもにこう無用な被爆をさせられたということで、何かこう異議申し立てをしたい、声を上げたいというのは思っておられる方がおられましたが、これから原告二次募集、三次募集しますので、それを持って帰っていただいて申し込んでいただいたらと思います。よろしくお願いします。改めまして、井戸健一様、どうもありがとうございました。